サミュエル・クローフォード、サミュエル・ワイリー・クローフォード、1829年11月8日から1892年11月3日は、アメリカ陸軍の軍医であり、南北戦争の時は北軍の将軍だった。クローフォードは、ペンシルベニア州フランクリン郡で生まれた。1846年にペンシルベニア大学、1850年にペンシルベニア大学医学校を卒業した。1851年に軍医補としてアメリカ陸軍に入隊し、その職を10年間務めた。クローフォードは南北戦争の発端となった1861年の南軍によるサムター要塞砲撃の時、要塞に勤務する軍医だった。経歴は純粋に医術に限られていたが、砦から反撃する大砲のいくつかを指揮した。サムター要塞から1ヶ月後、基本的に進路を変える決心をし、第13アメリカ歩兵連隊の少佐の任官を受けた。1861年9月からは、オハイオ軍管区、監察長官補を務めた。1862年4月25日に准将に昇進し、シェナンドー軍の一個旅団を率いて、南軍ストーンウォール・ジャクソンに対するバレー方面作戦に参戦したが、その旅団が実戦に関わることはなかった。初陣は北バージニア方面作戦の時のことであり、ジョン・ポープ少将のバージニア軍に配属された。シーダー山の戦いでは、クローフォードの旅団が南軍左翼を吸収し、ストーンウォール旅団を含む一個師団を改装させた。しかし南軍が反撃し、クローフォードの旅団は他の部隊から支援されていなかったので 50% という高い損失率で撃退された。アンティータムの戦いでは、師団長のアルフェウス・S・ウィリアムズ准将が第12軍団長に格上げされた時に、その師団を一時的に指揮した。しかしこの時に太ももに負傷したので、その暫定指揮の期間は短かった。クローフォードは出血のために弱って担ぎ出されなければならなくなるまで戦場に止まっていた。その傷の回復には8ヶ月を要し、1863年5月まで戦場に戻れなかった。この時、ワシントン DC を防衛するペンシルベニア予備役師団の指揮を任された。この師団を指揮している時に、ジョン・カイ・レイノルズとジョージ・ミードという2人の北軍指導者の指導を受けることになった。1863年6月、ペンシルベニア予備役師団は、ゲティスバーグ方面作戦のために、ポトマック軍に合流した。クローフォードは、難しい状況にあった。その軍医としての訓練はあったが、歩兵師団長としてのものではなく、旅団レベルの経験はあったものの、8ヶ月の療養でその技術は、この重要な方面作戦の開始時点で、最低のレベルにあることを意していた。さらにその師団の部隊は、ワシントン周辺の容易な守備隊任務を6ヶ月間、こなしただけであり、十分な戦闘の準備ができていなかった。1863年7月2日、クローフォードとのその師団は、ジョージ・サイクス率いる第5軍団の後方で、ゲティスバーグに到着した。クローフォードは前線に出て、リトルラウンドトップのストロング・ビンセト大佐の旅団を支援するよう命令されたが、到着した時には、戦闘がすでに下火になっていた。一方、南軍ジェームズ・ロングストリート中将軍団は、デビルズデンを席巻し、リトルラウンドトップのすぐ西にある、小川プラブランまで、北軍の守備陣を押し返していた。その地域は後に、兵士たちによって、死の谷と呼ばれるようになった。クローフォード師団は、ウィリアム・マック・アンドレス及び、デイビッド・J・レビン両大佐の旅団と共に、リトルラウンドトップの面をなだれ振った。マック・アンドレス旅団が突撃の先頭に立ったが、クローフォードも明らかに何らかの栄光を望み、驚いている軍曹から師団旗を掴み取ると、その突撃を指揮した。この突撃はほとんど抵抗も受けずに成功し、南軍は死の谷から駆逐された。これは比較的小さな戦闘で被害も軽かったが、クローフォードはその人生の残りを、リトルラウンドトップの栄光に包まれて過ごすことになった。クローフォードは、ゲティスバーグ戦場後の保存に結出した働きをし、ある時にはその師団に捧げる、大きな記念館と博物館でその丘を覆うために資金を集めようとした。幸いこの計画は失敗し、リトルラウンドトップにはより小さな記念碑が散りばめられただけで、当時の姿に近いままとなっている。アミューズメントパークやトロリー電車の計画もあったが、とっくになくなってしまった。クローフォードはまた、リトルラウンドトップの救い主としての、その役割を認めさせるために、戦争の公式記録に載せるべく、かなりの政治活動を行ったが、この努力も報いられなかった。クローフォードは戦争の残り期間、第5軍団ペンシルベニア指役師団の指揮官に泊まった。リッチモンド・ピータースバーグ方面作戦では、元々の2個旅団と第9軍団からの1個師団、及びその多数個の連隊と砲兵隊からなる包囲戦守備隊も指揮した。その第3旅団は一時的に第5軍団の他の師団に付けられた。1864年8月1日には少将への名誉昇進を果たした。8月18日、グローブタ湾の戦いで胸を負傷した。ファイブホークスの戦いでの功績で、正規軍の准将に名誉昇進し、さらに1865年3月13日には、少将となった。ファイブホークスでは、南軍左翼に向けた主力の攻撃からその師団が、深い森の中にさまよい込んだ。第5軍団長ガバヌーア、ウォーレン少将が、自ら馬で、クローフォードの師団を取り戻しに来た。攻撃の時に、ウォーレンがいなかったことは、フィリップ・シェリダンがウォーレンを解任する時に引き合いに出した理由の一つだった。クローフォードは、軍団の中では、上級の将軍だったが、シェリダンはもっと若い士官、チャールズ・グリフィン准将をウォーレンの代わりに指名した。クローフォードは1873年2月19日に陸軍を退役し、アメリカ陸軍退役兵の准将の位を与えられた。クローフォードは、ペンシルベニア州フィラデルフィアで死に、そこのローレルヒル墓地に埋葬されている。1887年に出版された南北戦争の起源の著者である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。